剣は来なくてもいいんじゃないか。次はエキシビジョンマッチ。これは大物の登場だ。なんと赤きサイクロン。これで全員集まりましたね。あの方以外。あら、あなたにもコマが送られていることになっていますよ。おお、そういえば何か小さなものが来ていたな。工業中だったので友人に預けたぞ。ご友人はどちらに？確かインドにいるはずだ。うん、俺が取りに行こう。俺も同行する。さあ、ラウンド1、ファイト。パニックブーム、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 パニックブーム。メル。おお、どうしたメル、ママと一緒だったんじゃないのか。一緒に行く、メルも行く。メルが波動拳を使えるようになったら一緒に行こうな。波動拳。おうまいぞ。父さんが出かけてる間、メルがママを守るんだ。ケンは来なくてもいいんじゃないか。こんなに小さなものかな。本当にこれで強化したのか。クソ弱いままじゃねえか。くたばりやがれ。マッチョ。良い攻撃だ。次はこちらから行くぞ。
ちが当たりらしい。あ？また例の勘か？あんたに拾われてから俺が一遍でも勘外したことあったかよ。ヘマすんじゃねえぞ。マッシュル！失ってるだけなの。何とかして止めないと。うん。ならば、アベル、お前のすべてを俺にぶつけるがよい。この筋肉で全てを受け止めてやる。渋いっす、ザンギエフ様。いやいやいや。せん。良い突撃だ。だが、まだまだ筋肉力が足りん。マッチだ！すごいっす！さすがっす！カリンお嬢様、そろそろ。わかっています。あなたたち、早く！うん、承知した。行くぞ！あ、はい！了解っす！気のない良い構えだ。いざ！次はこちらの番だ。